Hello there! 始まりました、もじゃチャンネルです。今回はですね、スペシャルゲストとして、ね、なんと、タックマンさんにおいでいただきました。はい、タックマンです。よろしくお願いします。ます。ね。まあ、本当はね、夏に来てもらう予定だったんですけどね。そうなんですよ。でも、まさかの発熱で、そうなんですよ。お会いできなくなるという。僕の予定では、タックマンさんの動画出て、登録者1万人っていうですね。そういう予定で立ててじゃあこれで3万人いきましょうマジっすか、だいぶ一気に一気にいきます。僕今3万以上いるんで、その人たちがよりみんな入っていけば3万いける。絶対来てくださいね。はい、お願いします。今回はですね、その時にやりたかった英単語ミシュランと題しましたけど、英単語帳に星をつけていってもらうというですね。これ本当に僕がつけていいんですかいいんです。いいんですか。いろんなところから批判の声が来そうですけども。コメント欄荒れそうですけどね。荒れそうですけど、いいんです。思い切って思ったように星つけていきたいと思います。はい。一発目はこいつですね。はい。はい、ターゲット1900。来ました。これ僕の受験時代も、もうみんな周り持ってたんですよ、これ。はいはい、ただ、今見返すと、まあ、いいとこ悪いとこそれぞれあって、はい、いいところは表紙にも書いてる、出る順っていう、ここはやっぱりすごいなと、うん、で何がいいかというと、だんだん受験生でも時間が足りなくなってくるじゃないですか、1年間勉強してたら、はい、そんな時に、まあ、ターゲットやってる人は前からやってればよく出るものはやっぱりどんどん頭に入っていって、なるほど、そんなに出ないものっていうのは時間が最悪足りなくても、まあ、捨てちゃってもいいっていう逃げですけども、まあ、それができるっていうのはまず一ついいことなんですが、はい、まあ、やっぱり難関大総計とか、うん、難しいって言われてるところに関しては、この1900だけじゃちょっと足りないかなって思うんですよね。センターとあとはまあ国公立の、まあ、一般的な地方国立とか、うん、受ける方はもう全然これ一冊で大丈夫だと思うんですけど、うん、っていうのと順番で覚えちゃう、あ、はいはいはい、もうこのタイプはね、はい、もうそうなんで、なのでカードがあるんですよね、うん、別売りで、なんで単語カードの方を混ぜて、うん、それで覚えるとかっていうことをしないと、まあ、今アプリとかもあると思うので、はいはい、ありますね、はい、そういうのでやっていただくっていうのがいいのかなと、うん、はい、ね、類語で載ってるんでね、そうですよね、似た意味の単語が並んでるんで、次が分かっちゃうんですよね、もう見えちゃうっていう、それはね、はい、星いくつですか。星5つ中だとしたら、はい、星3つ、お、星3つ、はい、いただきました。続いて、はい、最近改訂されたんでね、ちょっと改訂番も載っけておきますけど、シスタンです ね、はい、これも僕最近ちょっと買ったんですよ。お、買って、ね、見返してみたら、はい、結構いいですね。難しいのもあるし、だから難関大もターゲットよりは通用するなっていう、今までミニマルフレーズでどんどん覚えていくっていうことですが、まあ後半になってくると一語一語に対する説明みたいなのがちょっとずつなんか減ってくるイメージがあるんですよね。頭の方っていろいろすごい書いてあって、そうですそうです、意味も何個も書いてあったり、覚え方みたいなのも書いてあるんですけど、後半に行くにつれてなんかそれがちょっとずつ減っていくっていうのが残念。あ、なるほど、じゃあ星は星4つで、おお、ターゲット上回りましたね。いいと思います。続いてデュオですね、はい、はい、これ実は、まあ、僕が高校生になって初めて買った英単語帳、高1です、はい、だったんで思い入れはあるんですけど、まあ、まずその薄さと、うん、あとこれ例文で単語を覚えていくっていうことで、うん、560の例文を覚えれば単語もあとまあ熟語も構文みたいなものも一緒に覚えられるってことで、いやこれ最強じゃないって思ったんですが、うん、まあ、まず単語レベルで言うと受験英語に特化してるかと言われたらちょっと違うかなと。なるほど、はい、英検だったり、まあ、TOEFL とか、うん、TOEIC とか幅広く対応できる分、受験っていうところでいくと効率は良くないかなって思うんですよね。一番のそのストロングポイントの例文暗記して単語を覚えていくっていうところが僕挫折したんですよね。あの知らない単語がいくつも入った例文が載ってるわけじゃないですか、はいはい、それを覚えるってめちゃくちゃしんどいんですよね。確かにそうですね。それを考えた時に560の例文って、はい、いや多くないっていうトイック用にやってる人もいますけど、そうですね、これもトイックともまたね違いますよね、ずれるんでね、はい、そこが全部にこうどっちつかずというか、はい、中途半端というかいう感じはしますね。では、はい、星は2つ、おー、
授業 3.03 に行かなかった。そうですね。受験英語っていうことに関してはっていうことです、今回は。そして次にベストセラーというですね、Z 界の速読英単語必修編、はい、必修編ですね。これも持ってたんですけど、はい、僕が受験生の時使ってたやつ。ああ、そうですか、ね、長文が最初に載ってて、そこに入ってる単語を後で覚えていこうっていうことなんですけど、これは僕最初に使うのは結構厳しいんじゃないかと思ってるんですよね。っていうのは、単語やり始めの頃って多分文法もそこまで固まってなかったり、はいはいはい、長文も今まであんまり読んでない人がやると思うんですよ、うんうんうん、そうなった時にいきなりじゃあ長文読まされるっていう、うん、長文を読むってところでつまずいちゃって、単語を覚えるまでモチベーションがいかないというか、うん、はいはい、そこはちょっとね残念なところだなと思うんで、でも逆に言えば基礎的な単語ある程度分かってるよ、で文法も分かってるよ、でこれからちょっと長文も読んでいきたい、かつ単語をちゃんと完璧にしときたいっていう人にとってはめちゃめちゃいいと思います、うん、なるほど。だからうまく使えるかどうか、うんうんうん、使い方に注意っていう感じです。なるほど、はい、じゃあ星は3つ上に行きますね。ちょっと高い、はい、速度英単語上級編、上級編ですね。デザインが昔、そうそう、これなんでこれだけ買わないんですかね。売れてないんですね。すごくいい単語帳だと思ってます。そうなんですね、はい、まさにその難関大学、うんうん、宮廷とか総計とか上智とか行きたい人はもうこれいいと思うんですよ、はい、でまず単語レベルが1個グッと上に上がってるんで、こう完全に突き抜けてるっていうイメージを持っていて、でかつこれをやる人っていうのもある程度基礎は固まった状態、うん、長文ゴリゴリ難しいのやりたい、はいはい、もう持ってこい。なるほど、うん、こっちの星は星あ5つ。おお、最高得点が出ましたね、はい、難関大受ける人はこれ一冊ねやっといたらかなり心強いと思います。なるほど、難関編というか単語を、単語持ってくるの忘れた。単語をね持ってくるの忘れた。僕がもう愛用してた、愛用してた、はい、ボロボロに使ったんですけど、はい、単語王ですから、おキングですから、お慶応の問題とか過去問見ながら、はいはい、難しい単語をいろいろ調べたんですよ、いろんな単語帳で、はいはいはい、単語王めちゃくちゃ載ってて、おー、そうだったんですね、網羅性高いですよ、でかつ派生語とか、はいはい、同義語とか、うん、反義語、ここがめちゃくちゃ充実してるんで、はい、1個の単語を覚えることで、あ、こういうのもあるんだ、こういうのもあるんだっていうのが一気に吸収できる、うん、あ、なるほど、ここはすごくいいですね。ただ一方で一つの単語につき意味がめちゃくちゃ書いてあるんで、はい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 、いきなり、この単語はこの意味と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 ってやってるともう日が暮れて、はいはい、気づけばもう受験が終わってるみたいなになっちゃうんで、はい、一語一義、うん、なるほど、でやらないと最初挫折すると思います。じゃあ単語は星5つです。うわ、自分が愛用してたんでね、これはちょっと肩入れしちゃう。忖度。いや、忖度ではない。じゃあうちの動画でも取り上げている鉄壁来ましたね、はい、忖度なし、あ、褒めなくていいんですか、はい、あ、いやいやまずこの分厚さですね、はい、で情報量すごい、で何がいいって覚えやすいようにできてて、はいはい、あのセクションごとに時に関する単語とか、はいはい、お金に関する単語とか、そういうのがいろいろ書かれて、政治に関する単語とか、なんでそれがすごいくくりで覚えられるっていうのはこれ画期的で、僕が浪人してた後半ぐらいで出たんですよ、はいはいはい、もっと早く欲しかったなっていうぐらい。あ、なるほど。じゃあ自分が使っていってどうなるのかなって思った時に、情報量多すぎて挫折しそう、この分厚さもあって、はいはいはい、なんで鉄壁もうゴリゴリに覚えて、これ一冊仕上げたらいけるっしょって思ってやり始めたら、やばい全然進まねえ、うん、ってなっちゃう恐れが高いですね。持久力というか、うんうん、忍耐力がある人、鉄壁の心を持った人しか鉄壁には挑めない。なるほど。星は4つ。おお、星4つということですね、はい、まあ、鉄壁に関する動画ぜひ概要欄から見ていてください。続いてですね、はい、リンガメタリカですね、はい、これもですね、難関でおすすめする人、そうですね、僕も結構おすすめで、あの一通り単語全部覚え終わった後にどうしてもまだ長文読んでて単語はわかるのになんか書いてることよくわかんないなって、うん、なんか読めないみたいな現象にぶち当たったんですよ。でそれを解決してくれたのが結構これで、要は専門的な知識をそもそも持ってないバックグラウンド、うんうんうん、英語に限らず、はいはい、経済とか、うん、それこそゲーム理論って何とか、はいはいはい、
今アメリカの陪審制度はどうなってるのとか、うん、だからそういう基礎的な知識っていうのをこれで単語を覚えながら補強できる。なるほど。プラス専門性の高い単語を覚えられるっていう意味ではすごくいい、うんうん、最終に使うものだと思います。マイナスの面はいやあんまりないんですよね。おー、そうなんですね。全部一冊やらなくていいと思ってて、はいはい、自分が受ける学部に近いテーマの医学部の人は医学生とか、はいはいはい、政治の人は社会系をやるとかっていう風に使えば無駄なく。なるほど。マイナスの面はですね、古い最新テーマを網羅ってますけど2006年確かに最新テーマではない。そうかも、それはそうかもしれない。IoT とかプラスチックウェイストとかね、はい、そういう最新のものがないので。それ言っちゃっていいんですか？わかりません。これこそ頻繁に改訂してほしいですね。そうなんですよ。まあ単語帳ってただものすごく作るの大変なんでね。ですよね。僕なんですよ。私のも出ますけど多分今年。あ、そうですか。非常に大変。去年は YouTube って単語もいっぱい出ましたし。はい、そろそろ改訂を Z 会さんお願いいたします。はい、私は4つ。おお、4つですね。もう改訂したら5つにしましょう。お、なるほど、はい。では続いてですね、リンプ。新しめのね。そうですね、単語帳ですけど竹岡先生の、はいはい、これのいいところは何といってもパッシブ英単語とそのアクティブ、まあはいはいはい、能動と受動っていう、うん、能動っていうのは要はアウトプットですよね、はいはい、その喋り書き、うん、でインプットの方でリスニングとかリーディングに使う、それで分けられてるっていうのが、はいはい、これめちゃくちゃいいなって思ってるんですよ、うん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 。絶対日本語でもそうですけど本読んでて意味分かっても日常で使わないとかってあるじゃないですか、はいはいはい、で英語もそれと一緒で読んで意味は分かんないといけないけど普段の日常会話とかスピーキングでそんな難しいのいるっていう差があると思うんですよね、レベルに。だからそれを両方こう網羅してるっていうのはめちゃくちゃありがたいっていうのがあるんですけど、まあ、文部科学省の失態によりましてね、あ、はい、これ竹岡先生が一番泣いてるんじゃないかと思うんですけど4技能対応の英単語帳を出した、はい、その後にその入社できなくなりましたと。そうですね、いうことがあったんで、これは売れないかもしれないですね、ここから能動の方で使う書く話すの単語はやっぱりレベルが落ちるんで、はいはい、その分やっぱりリーディングの方が、ね、量を避けてないから乗せられないってことですね、はい、はいはいはい。ってなるとちょっと難関大に向けてっていうところでいくと難しい、ところはあると思います。では星は3つ。はい、星3つ、はい、ということになりました。4技能が入ってくるとね、受験に、うん、そうするといい、より良くなると思います。そうですね、ストックですね、はい、関先生の紙授業ってやつですね、はい、これも4技能対応ということです、ね。はい、まあ、3000とね、4500あるんですけども。そうです、3000はちょっと難関大受ける人にはかなり厳しい。あ、なるほど。まあ、センターだけぐらいのレベルの人だったらいいと思うんですけど、メインはこっちを使っていく感じ。これは結構その関先生の覚えやすい覚え方チップスみたいな感じで書いてくれてるんですよね、こういう単語が載ってて、この右端に、まあ、こういうところからこの単語は由来が来てるみたいな、語源とか、はい、うん、それがあると結構覚えるのは入ってきやすいと思います。でかつそのテーマごとにある程度まとまってて、はい、さっきのリンガーじゃないですけど、はい、政治だったり、うん、経済みたいな感じ、芸術とかでまとまってるっていう意味ではすごくいいなというふうに思いましたね。まあ、ただこれも総計レベルこれ一冊でいけるかなっていうと、もう一冊さっきの上級編みたいなのがあった方がいいのかな。なるほど。では星は、はい、4つ、はい、あ、いい単語帳だと思います。ということで今回は高山さんに、ね、はい、単語ミシュランということで酷評していただきます。いやいやそんなことないです。これあくまであの個人的な見解ですので、あくまで個人の見解、あ、そうそう、それちゃんと入れておいていただいて、ぜひあの参考にして使ってみてください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。